東口取出駅は、茨城県取出市中央町にある、東日本旅客鉄道、関東鉄道の駅である。茨城県の最南端に位置する駅である。1896年に、開業124年の歴史を有する。当駅は、取出市の中心駅であり、JR 東日本常磐線と、関東鉄道上層線が乗り入れている。かつては、 金棒のキリンビール、鳥出工場からの貨物を扱う、貨物駅としても機能していたが、現在は廃止されている。常磐線は、上野方面からの常磐快速線、常磐線各駅停車の終着駅であり、東駅以北は中距離列車のみの運転となる。東駅から大津港駅までが、茨城県に属する。上層線は、東駅を起点としている。大鹿山町前寺。 東京芸術大学取りでキャンパスの最寄り駅である。JR 東日本常磐線及び関東鉄道常層線の接続駅となっている。JR 常磐線の駅には、東駅以南で快速線を走る中距離列車及び常磐線快速と観光線を走る常磐線各駅停車が停車する。ただし常磐線各駅停車は平日ラッシュ時のみの運行となっている。 また、東駅以北は、電化方式が異なるため、直流電車を使用する常磐線快速電車と常磐線各駅停車は東駅を、運転系統の終点としている。従って、東駅は、常磐線の複々線区間の終点であり、常磐線内の電車特定区間も東駅までである。東駅以北には、高直流電車を使用する、特急、中距離電車のみが乗り入れる。 合わせて、路線を管轄する JR 東日本の支社も、東駅以北では異なり、上野駅から東駅までは、東京支社、藤城駅以北は、水戸支社となる。東京支社管轄の駅は東駅が、茨城県内で唯一であり、北関東3県で唯一電車特定区間にある、駅となっている。そのため、駅ナンバリングは東駅まで設定され、 富士城以北では割り振られていない。また、関東地方で唯一、大手施設の路線が存在しない、茨城県において、大手施設の車両が乗り入れ、大手施設の路線と直通運転を行う、唯一の駅となっている。駅舎は京情及び降下。JR の東口、西口の出入り口は、校内では、 行き来できない。そのため、地下連絡通路が、駅の東西を結び、東側から、関東鉄道上層線に乗る場合は、ここを通る。JR 西口、関鉄駅舎は、駅ビル、アトレトリテと併設されており、3階に、JR、関鉄それぞれが独立した窓口と改札口を持つ。また JR 線、関東鉄道上層線連絡改札口が、 設けられている。関東鉄道上層線には2階にも、駅ビル内に直結する自動改札機のない改札口が、駅ビル営業時間内のみ開設されていたが、2009年3月13日を、もって閉鎖された。島式ホーム3面6線を有する京城駅、高開機になっている。駅番号は、快速と、各駅停車で、それぞれ J J、JJ10。 JL32 が付与される。直営駅。管理駅でもあるが、当駅は自駅のみの単駅管理となっている。1階が東口改札コンコース街、2階がホーム、3階が西口コンコース街となっている。西口側はエスカレーターやエレベーターなどが整備されているのに対し、東口は階段しかない。なお、東口のバリアフリー設備については、 観光線ホームのホームドア設置に合わせて、同ホームの東西両側にエレベーターを設置することで、全ホームへの動線を確保することが検討されている。1.2番線ホームは、電車の発着は平日の朝夕のみであるが、東口側と西口側を構内では最短で結んでいるため、運転時間外でも通行できる。トイレは西口。 東口とも改札内コンコースにある。西口側には観光船ホームへの階段付近に車椅子対応トイレが別に設置されている。快速線と観光船の線路別複々線区間の終端駅であり、1.2番線が観光船用、3から6番線が快速線用のホームとなっている。前車は当駅が終端、後車は当駅より先、土浦。 水戸方面に直通可能となっている。快速線ホームには中ほどに待合室が設置されている。また、土浦方には留置線が一本あり、到着後ここに一旦引き上げて、回送となるものや折り返し上の駅となる快速電車がある。夜間対白は設定されておらず、東駅と阿鼻子駅、松戸駅との間で回送列車が設定されている。 2014年3月15日のダイヤ改正から、当駅折り返しとなる折り返し時間の長い、快速電車では、平日朝7時9時に発車する列車を除き、車内法二時を目的に一部のドア締め切りが実施される。6番線に停車する10両編成の普通列車は、15両編成と同じ位置に停車する。西口には、緑の窓口が設置されている。 東口の緑の窓口は閉鎖され、代わりに指定席券売機が設置された。以前は、東口の改札口横に旅行代理店、ビュープラザもあったが、閉鎖された。島式ホーム一面二線を有する地上駅である。ホームにはエスカレーターが設置されている。ホーム上には売店もあったが閉鎖された。JR 線との連絡改札口があるが、関東鉄道ではスイカ。 パスモにのみ対応するためこれら以外の IC カードでは通過できない。関東鉄道ホーム常磐線では東駅以南が直流電化、水戸寄りの隣駅である藤城駅以北が交流電化と電化方式が異なっている。これは茨城県石岡市柿岡にある気象庁知事気観測所の観測への影響を防ぐためである。東駅藤城駅間には 直流区間と交流区間の境界である、デッドセクションがあり、ここで直流と交流の切り替えが行われる。かつての特急、日立、スーパー日立、フレッシュ日立の 651K、4 8 5系及び特急、道の区や、寝台特急、ゆうずるの5 8 3系、中距離電車の40 40 4 0 1 4 0 3 4 1 5系では、 デッドセクション通過時に一旦客室内の照明が消え、空調も停止していた。当初は、各駅停車も当駅までの終日運転とする予定だったが、後に、天皇台駅を正式な快速停車駅として、各駅停車の運転は、アビコイナンを基本としたため、各駅停車の当駅着発は、朝席時間帯に限定されている。な東駅は、北関東の三県の駅では、 唯一地下鉄直通電車が停車する駅である。2016年3月26日からは、JR 東日本、東京メトロ、小田急の3社直通列車には新たに、JR 東日本と小田急電鉄の車両も使用されるようになり、常磐間光線を経由して、 千代田線泳ぎ上原伊勢の直通先、小田急電鉄所属の四線型が入線する運用も設定されるようになった。2019年3月時点で、現在の当駅発の最長運用は、小田急小田原線伊勢原駅までである。また、当駅は、茨城県の駅としては唯一、東京地下鉄以外の関東の大手私鉄の車両が乗り入れる駅となる。 東駅以北で運行トラブルがあった場合、稀に上り普通列車が東駅止まり下り普通列車が東駅始発となることがある。ただしそのまま折り返しができないため、一度阿ビ子駅まで改装する。これらの事情も絡み、阿ビ子駅が使用不能の場合は、土浦駅から動けない状態に陥ってしまうことが、しばしばある。各年度の1日平均条項、乗車人員数の推移は、 以下の通りである。駅ビルであるアトレや雑居ビル等が見られるが、少し歩けば、ほとんどが住宅街である。駅周辺は、坂が多い。東側は、かつての取出塾であり、歴史的建造物も,も存在する。取手の、元々の市街地である。1973年の開店当時は、県下最大規模の商業施設であった、片倉ショッピングプラザがあったが、 2001年に、伊東洋華堂が撤退。入れ替わりに、丸越やダイソーなどが入居したものの衰退に、歯止めがかからず、2007年に閉店、解体された。西側にも、1972年に開店した、西友や1985年10月6日に、開店した、砦東急があったが、西友は1986年に、 鳥出東急は2010年8月31日に閉店した。その結果、駅周辺ではボックスヒルが唯一のショッピングビルとなっていたが、2012年12月6日に鳥出駅西口市街地再開発ビルに再出店する声優をカクテナントとするリボン鳥出が開業した。南側は留川堤防に近い。鳥出競輪場は駅北西にあり、 都歩県内である。取出市の中心市街地をなしているが、取出市役所、取出郵便局は、上層線、寺原駅が最寄りである。当駅周辺にあるのは、取出駅前窓口と、取出支所である。毎年8月第2土曜日に行われる、取出と根川大花火開催時、当駅は、多くの花火観覧客で賑わう。開催当日は、東口周辺で、 交通規制がかかる。東側取手市取手、ダイヤド、東方面西側取手市新町、白山方面バスは、東口と西口のロータリーから発車する。ラッシュ時は、市内の住宅団地への路線が頻発するほか、周辺市街への長距離路線や、企業の送迎バスも多数発着する。東口西口中尺、出店報道発表資料新聞記事。 JR 東日本関東鉄道、ありがとうございます。